だよ。動画だった当たり前じゃん。カメラじゃないって。コブラだよ。カメラ以外に動画って何があんの。え、動画撮れんの。動画だよ。すごいっすね。じゃあ、始めてください。はい、2011年 NTT カップ開幕戦 SS クラスウィナーの選手にお越しいただきました。自己紹介お願いします。マギカサトシ15歳です。おめでとうございます。今日のレース振り返ってどうでしたか。今日は結構朝から車が決まってなかったんですけど、その中でこう自分のベストを出したと思うんで勝ったと思います。ずっとねトップ集団の3位とか4位あたりから狙ってた、はい、狙ってはいたんですけど、結構あれが限界で、最後バトルしてくれたんで展開が良かった。あ、ちょっと展開に助けられた感じだね。今後の目標を教えてもらえますか。まあできれば全部勝ちたいんですけど、まあそれはあんま現実味がないので。ちょっと弱気だな。あと2、3回勝って、あと2、3回勝ってチャンピオンになりたいと思います。すごい具体的な目標だけど、はい、目標はやっぱりチャンピオンですね。では、見てるみんなに最後に一言。今回も皆さんの応援のおかげで勝てたと思っているので、応援してくれた皆さんありがとうございました。今後とも応援よろしくお願いします。馬見塚選手です。おめでとうございます。自己紹介お願いします。伊勢谷亮です。おめでとうございます。タイムアタックで出ましたね。あ、はい、コースレコード、はい、どうですか気分は。まあ気分はもう最高です。ありがとうございます。タイムアタックは予選決勝と今日のレース振り返ってみて。まあ予選はまあ落ち着いていけて、まあ、決勝ちょっと4台バトルになってちょっとあんまいい展開になる、焦って前に離れてでちょっと1位と離れちゃってちょっとダメだったね。でも第2位ですよ。いや自分としては納得いかない。納得いかない。これはじゃあ次第2戦でリベンジを。はい、優勝したい。じゃあ最後見てるみんなに一言お願いします。応援して。待って、いやいや全然大丈夫、編集できるから余裕で。編集いっぱいできるから大丈夫。期待できなくてすみませんでした。期待？期待に応えられなくてすみませんでした。次は勝ちたいです。ありがとうございます。伊勢谷選手です。わかんじゃない、かんじゃない。でも乗せないで、乗せないで、お願い。自己紹介お願いします。あ、荻野和久です。よろしくお願いします。おめでとうございます。ありがとうございます。今日のレース走ってみてどうでしたか？良かったです。良かった。どういうところが良かったですか。そうですね、はい、まあ、若い人と一緒に走れたんで良かったです。若い人と一緒に走れました。やっぱキレがね、もう若い頃のキレはないんで、はい、堂々の第3位です。そうですね、何もできなかったんで言ったらいいだらけです。はい、の自分何点ですか。そうですね、80点ぐらいはいいんじゃないですかね。はい、ほぼ出し切りましたね。さあ、この NTC カップシリーズ戦です。シリーズの目標を教えてください。ではそうですね、出るからにはもちろんまだチャンピオンとなったことがないんで、目指すだけは目指したいと思いますけど。では最後にカメラに向かって一言。昨日からフレームが折れたりいろいろあったんですけれども、皆さんの支えで、見事表彰台に乗ることができました。ありがとうございました。荻野選手です。おめでとうございます。